カルロス・タカムは、カメルーンのプロボクサー。2004年がアテネオリンピアン。現在はフランスに移住し、セーヌ・サンド2県のオアジーイコールルイコールグランを拠点に活動している。リトラル州、ドゥアラ出身。2004年、ギリシャのアテネで開催された、アテネオリンピックにスーパーヘビー級で出場するが2回戦で敗退。2005年12月10日。 フランスで6回判定勝利を収め、プロデビュー戦を飾った。その後、18連勝を収める。2009年6月27日、フランスでキックボクサーであり、K1 にも参戦していたグレゴリー・トニーと対戦。8回0から3の判定で負けを喫し、プロ転向後初黒星を喫した。2012年3月31日、フランスで WBO アフリカヘビー級王者のフランスワボタと WBF インターナショナルヘビー級王者決定戦を行い十一回 TKO 勝ちを収め WBO アフリカ王者と WBF インターナショナル王座獲得に成功した二千十三年五月二十四日フランスで WBF 世界ヘビー級王者マイケル・グラントと対戦し八回五十秒 TKO 勝ちを収め 王座獲得に成功した。2014年1月18日、カナダで WBC 全米ヘビー級王者のマイク・ペレスと対戦し、10回1から0の引き分けだが、高むが勝っていたとする専門家が多かった。2014年6月6日、フランスでトニー・トンプソンと WBC 世界ヘビー級、シルバー王座決定戦を行い、12回3から0の 判定勝利を収め王座獲得に成功した。7月発表のランキングで WBC で5位、IBF で9位にランクインした。2014年10月27日、ロシアでアレクサンデル・ポベトキンと対戦。試合は8回終了時の WBC オープンスコアリングでジャッジ2社が76から76としたのに対し、残り1社が77から76と、 高無優勢との判断を下していたが、9回終了間際にダウンを奪われると、ペースを握られ、10回に左フックで小負けを喫し、WBC シルバー王座の初防衛に失敗し、王座から陥落した。2015年6月13日、フランスでマイケル・スプロットと8回戦で対戦し、5回小勝ちを収めた。2016年2月25日、IBF は、 同年四月九日に、ロンドンで行われるチャールズ・マーティン対、アンソニー・ジョシュア・戦の勝者との指名挑戦権をかけて、ジョセフ・パーカーと指名挑戦者決定戦を行うように、通知を出した。二千十六年五月二十一日、マヌカウシティのボーダフォンイベントセンターで、IBF 世界ヘビー級四位のジョセフ・パーカーと、IBF 世界ヘビー級挑戦者決定戦を行い、十二回、 0から3の判定負けを騎士 IBF 世界ヘビー級王座への挑戦権獲得に失敗した。2016年10月8日、ニューヨークのホテルで WBC 世界ヘビー級シルバー王者ヨハン・リオパと WBC 世界ヘビー級11位カルロス・タカムの指名試合の入札が行われ、タカム要する OPI2000 が23万5000ドルで工業権を落札。 ファイトマネーの配分は、ディオッパが65%、タカムが35%となった。2017年10月16日、アンソニー・ジョシュアの対戦相手クブラトップレフが肩を負傷して欠場が決まったため、代わりとして急遽タカムが対戦相手に抜擢され、10月28日にカーディフのプリンシパリティスタジアムで WBA IBF WBO 世界ヘビー級王者のアンソニー・ジョシュアと対戦し、10回1分34秒 TKO 負けを、キッシュ王座の獲得に失敗した。2018年7月28日、デレクチ・ゾラと対戦し、TKO 負けを喫した。2019年9月、ボブ・アラムのトップランク社と契約。ありがとうございます。